い、わたつ、おはよう。はい、おはよう。今日よろしくお願いします。おはよう。ハートありがとう。え、今日だよ。不動産屋さんいらっしゃい。久しぶり。今日です。おはよう。今日の夜。頑張るよ。ありがとう。頑張ります。ありがとうございます。コメント、和道コメントたくさん書いてください。ごめんね、さっきはひかるくんの枠からわざわざありがとう、来てくれて。和道です。よろしくお願いします。頑張ります。検証になるぐらいありがとう。
全然上がんないんだよね俺今日。前回結構緊張したんだけどな。すげえリラックスモードだね。でもまあ夜からだよ。全然今から緊張しても全然持たないよ。いらっしゃい。みんな緊張すんの。どういう緊張？我が子のお遊戯会みたいな。守る祖父みたいな。喧嘩つつじゃない。ひなのさんいらっしゃい。違う違う、お迎えに。
免許さん一番最初入ってないといけないから大変だよ。免許さんすごく大変。ワセリン忘れた。ありがとうございます、カズンさん。忘れました。おー、ブドウ糖先輩どうも。風船ありがとう。ワセリン忘れました。助かります。やっぱダメだな、当日な。さっきまで考えてたのに、忘れちゃいました。使います。ありがてー。今日セコンドのカズンさんです。僕らカズさんって呼んでる方です。ああ申し訳ないです、ありがとうございます。そうね、せいさん本当にそう、楽しくね。緊張がね全くと言っていいほどないんだよね。まあ試合の動画とか試合のことを考えると少し心拍数がパクパク言うぐらいで、今回ほぼ緊張ないですね。もう少し押すよ。本当にな、怖い。申し訳ないです、カズさん。とかないですね。ないですね。ワセリンお尻の穴に塗らないよ。頑張ります、翔さん。面白いね、ひなのさんね。これは多分ね、鮫島さんのリスナーさんだね。このコメント力はレベル高いもん。これはネット古い人の、もう誰も傷つけないで面白いこと書けるコメントだから、鮫島さんのところのリスナーさんじゃないかな。職人さんだと思うな。おはようございます。あ、忘れ物いっぱいあんな。ガムテープも忘れた。ガムテープも忘れたな。あとハンガー忘れた。
スカスさんありがとうございます、頑張ります。デザイン脱毛？ん？脱毛してないですよ僕。地毛です、ヒゲは地毛です。頑張ります。鮫島さんとね、カズさんにセコンドをやっていただきます。ルミモンキーさんいらっしゃい。豪華でしょ、配信界のレジェンド鮫島さんとプロボクサー2冠チャンピオン OPBF 東洋太平洋2冠のカズさんだよ。豪華でしょ。キングストンさん、初見さんだけ、初見さんだ、頑張れ、ありがとう。ナッケンさんもありがとうね、頑張るよ、みんなありがとう。ツイキャスから応援します、ありがとうございます。バーガーありがとう。おはよう、アッケさん、頑張ります、頑張ります。ありがとう、みんな応援に来てくれて嬉しいよ、ありがとうね。もしよかったらみんなフォローしてね。ツイッターもお願いします。ツイッター、YouTube、ふわっちフォローよろしくお願いします。メゾホンありがとう。タンオーゼさんありがとう。本当だね、そばにいる気がするよ。もうワクワクしてるね、早くやりたいね。もうずっとこの1週間くらい早くやりたいっていう気持ちばっかりだった。お、サボちゃん、ロコさん亡くなったよ、サボちゃん全然放送見てないね。ロコさん亡くなっちゃったよ。はい、ワード2、サボちゃんいらっしゃい。本当はね、ロハコさんセコンドをお願いしてたんだけど、そう、お亡くなりになっちゃったんです。無限ループさんいらっしゃい。もう不謹慎じゃないよ、全然、全然全然忘れないであげて、その方がかわいそうだから。惜しい人を亡くしたよ。でもなんかね、コメント書きそうな気がするよね。バカさん、僕は生きてますけど、なんでみんなって。僕は生きてます、みどりさんが大好きです。 OK、キャスの直樹兄さんです。あ、ロハコさんのこと、ほぼ初見さんいらっしゃい。ゴールドさん、入場曲は大したことない、フリーミュージックでなんか変な感じの曲にしちゃった。だからあんま入場とかこだわってないよ今回、申し訳ない。本当はね、仮面ライダーブラック RX にしようかなって後から思いついて、もう入場曲ジャスラックに提出したから帰らんない。本当はね、仮面ライダーブラック RX が良かったんだ、後から気づいて。なんかフリーミュージックの方が著作権料かかんないと思ったの。メゾさんがコスト安く済むと思ったら、いや、まとめて払うから関係ないって言われて、えっと思ってもったいないことしたなと思って。今日曇りだね。ねえ、懐かしいよね。初見さんありがとう。
大丈夫だよ、のんちゃんは。ねえ、大丈夫でしょ、眠くないでしょ、ガム食べる。いよいよっすね、ヒデ3さんいらっしゃい。ヒデさんか、ヒデさんいらっしゃい。ねえ、去年の入場、ロホカさんがね、大爆笑取ったもんね。ねえ、懐かしいよね。ロホカさん、みんなに本当に感謝してたよ、生前は。僕はですね、ワンドさん、寂しかったって、みんな今は構ってくれます、みどりさんのおかげです、放送楽しいです、寂しくないって言ってたよ。すごく感謝してたよ、みんなのこと。配信やってよかったって。楽しかったって。見てるっていうかね、多分そばにいるね。そう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 、もう勝手に入場してたの、もう勝手にリングサイドに入ってた。ゆいこさん、おはよう。今日よろしくお願いします。今日物販のゆいこさんです。今日和道ブースを担当していただきます。ゆいこさん、まだ家出てないですか。ゆうこさん、まだ家出てなかったらお願いがあるんですけど、いいっすか。ガムテープとハンガー、安いハンガーでいいんで、ハンガー2つ、なんかあのワイヤー製のやついいんで、ハンガー2つとガムテープ、布のガムテープが欲しいんですよ。それ忘れてきちゃって、持ってくんの。あの物販の T シャツを飾るやつと、あとガムテープはあのいろいろ使うやつで。おお、コロミさん、おはよう、頑張ります。ツムツムいらないっす。ディズニーツムツム、こんな時もやめてください。やらないっすから。イラッとすんな。ディズニーツムツム誘ってくんじゃねえよ、リスナー。お願いします。しーちゃん、ありがとう。ワイヤーハンガー2つと、布テープですね。
よかった。体調 100% どころじゃないですよ。最高です。絶好調すこぶる絶好調。やばい、本当にやばい。おーマリンさんありがとう、頑張るね。やばいね、これでね6割7割とかの日があるから、今日はねマックスだね。びっくりするぐらい体がキレッキレ。ゆっさんありがとう、頑張ります。いやビビるよな。怖いぐらい調子いいね。まだねシャドウ試してないんだけど、あの整体2時間行ったのよ今日で、体がもう浮いてるぐらい軽いの今、すごい。でこういう日はねすっごい体が切れるからね、間違いないね。あの今までの経験上めちゃめちゃ今日はいいと思う。すっげー体調いい。めちゃめちゃ切れてますね体が。早くシャドウやりたいですね、会場ついてどんな感じか。あとはもう会場ついたら入念にストレッチしまくって、関節の可動域大事ですね。特に腰周りをよくほぐしてもらったんで、お尻と腰がカッチカチになってたから。でもね、お尻と腰がカチカチに筋肉痛になってるってことは最高なんですよ。いや、コマ運動ができてるんで、回転で打ててるんで。了解でーす。 7C 変わりました、ありがとう来てくれて。本番の和道コメント後で楽しみに見るからよろしくね。頑張ります、タエさんありがとう。レイビンさんおはよう、おはよう。ありがとうございます、おやしおさん花火ありがとう、レビンさんアイテムありがとう、頑張ります。サンキューです。前祝いかな
いや緊張してる。タイハズレだね。じゃあ大丈夫？体調悪くなったら言ってよ。試合何時とかじゃないよ。それはスケジュールによって変わるから、19時から大会が始まるとしか言えない。だって前の選手が早く終わったり遅く終わったりするから。あと、分からないっていうのが正直なところだね。まあ2試合目だから19時から見てればいいよ。とかもそうでしょ。おはよマキル楽しみにしてるよ。狂ったようにコメント書いて歴史に残そう。配信会の歴史に絶対残るイベントだからコメントお願いします。皆さん狂ったようにワードコメント書いて。意外とファン多くねみたいな。もうワドって書けばいいから、とにかくワドって書けばいい。大丈夫のんちゃん眠いの？どうしたの？安全運転してるのか。のんちゃん50キロだよこれ。便所太郎さんも移動中？負けないよ。ありがとうございます。一番期待してる。
アキエさん、ありがとうございます。自信ある。おはよう、小口さん。そうそう、鮫島さんの家に向かってる今。みんなおはよう。負けたらディスりまくるってことは、勝ったら花火かな。勝ったら花火なのかな。期待していいのかな。そうそう、 DVD になるよ今回。1と2がセットでなるから、変わったところを見せないとね。応援ありがとう、みんな来てくれてありがとう。応援コメントありがとうね。サンキュー。のんのさんもありがとう。ジャッキーおさんありがとう。今日はモグリンの人たちが応援しに来てくれてる。ねえ、かっこいいよね。頑張るよ。本当だよね、鮫島さんね、オカリナさんと出会って変わったよね。本当に俺そう思う。オカリナさんすごくいい人よ。会ったことあるけど。どうから雨降るね、もう真っ暗だもん。雲しかない。誰か雨男がいる。直樹兄さんの悔し涙かな。ありがとう。前祝いかな。ありがとうございます。エナジーありがとう。サンキュー。おー、ありがとうありがとう。アイテムありがとうございます。取っといてよ今日の夜に。気が早いって、今日の夜でしょ。頑張ります。鈴木さんありがとうございます。すげえ嬉しいな。パンチ力増すぜ。してないよ。あいつイベントとか嫌いだもん。
ュイーン、ピュイーン。おはよう。おはよう。嬉しいね。全くない。少し捨て頃の部位とか見たり相手の部位見てるとトクントクンって感じかな。トクントクンって脈打って落ち着かせよう落ち着かせようしたらすぐ落ち着く。心拍数上げないようにしてる。すごい究極にリラックスしてるね。いい感じっすよ。なってますね。去年経験したのがすごくでかい。去年の経験が生きてるね。多分相手はバックバックだと思うよ。寝れなかったんじゃないかな。自分でももっと緊張すると思ってたね。前の日もう1ヶ月前からずっとね、去年は悪夢見てたけど今年はもう勝つ夢しか見てない。すごくいい感じです。うん。お、来たね金魚鉢。頼むよ。コメント欄は見えないけど、みんなの弾幕をもう頑張れとかわだーとかいけとか狂ったように書いてね。何か困ったらわどーって書けばいいから。タイプが遅いと思ったらわどーって書けばいい。ひらがなでわどーって書けばいい。前回はね、正直ね、こう勝てるって強く言い聞かせてたのね。でも内心はもう負ける夢ばっかり見てたし、負けるんじゃないかっていう気持ちを拭い去りたくて勝つ勝つって言ってたの。でも今回全然違うね。勝つ絵しか見えない。なんか自分でも不思議なくらい緊張してないね。ウーいらないよ。ワドでいいよ。ワド。ワドワド。
つら狂ったように和だって書いてある。去年もコメント多かったからね。うん、さあ。9時からだから、まあ早ければ10分後とかじゃないの。19時10分とか、もっと早いかもしんないし、ねえ、押したら19時30分とかになるだろうし。まあ第2試合だからオープニングから見るっしょ、みんな。サーバー落ちないといいね。去年落ちたかんね、サーバーね。心躍るいいね。初見さんいらっしゃい、こんにちは。はじめまして、和道です。面白かったらフォローしてください。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。登山したの今日。いいね。フォローありがとうございます。よろしくお願いします。 Twitter とね、 YouTube もやってますので、捨て頃ですよ。うどんさん、お久です。 Twitter、YouTube、ふわっちの3点セットお願いします。僕のプロフィール欄にリンクがあるんでね、 Twitter と YouTube は。
いよいよだね。おはよう、みのみさん。頑張ります。花火ありがとう。前祝いかな。ありがとうございます。頑張ります。おお、ありがとう、アイテムありがとう。相手はね、直樹兄さんだよ。ありがとうございます、うどんさん。第2試合です。ツイキャスで放送やるんだよね、今日は。え、みんなの予想さ、ツイキャス最高アクティブ 何万人いくと思う今回。前回マックス29,800だったと思うの。うん、今回何人ぐらいいくかな。 T シャツ着てるよ、俺も。のんちゃんも30着限定5000円で売るんで。もうそろそろ着くね。あ、雨降ってきた。雨が、いや似てないよ。似てない似てない。セコンドをお願いしていてやっていただけるということで、今回セコンド大先輩に。配信？あ、ないんだ今回。録画配信？なんかないって書いてあるの。録画配信が。DVD やるから。ああ、そういうことか。いや、録画配信サーバーあんま関係ないと思うよ。サーバーの負荷はリアルタイムだから。ああ、そういうことか。録画配信がないからリアルタイムで見たいっていうことでってことか。そういうことか。ねえ、見たかったね。残念だよね。なるほどなるほど。まあ俺ね、前回よりも人増えそうな気がするんだよね、予感なんだけど。なんでかっていうと、前回の宣伝効果はもういらないじゃん。前回見た人は俺見てくれると思ってるの、なんだかんだで。新しい人が捨て頃って何ってなってるから、プラスアルファあると思うんだよね。3万5千とかいくんじゃないかな。
DVD 売れるだろうね。エンジョーさん儲けすぎでしょ、ちょっと。これアクセサリー、左でジャラジャラ男だから。おそれっていうかグッズ、生まれて初めての和道 T シャツ。ペアルックじゃない、みんな一緒よ今日は。リスナーさんの名前が入ってる T シャツ。コジさんよろしくお願いします。初見さんどうもです。これは白いベルトっていうか、これが革、これが革に1個のセットになってるっていう、ダブルベルトのその黒い革にこれがくっついてるっていう、うん、捨て頃のことを教えてください。捨て頃のことを、19時半からツイキャスで放送されます。多分ツイキャスでその時間19時に多分一番上に出てくると思うんで、教えてください。僕は第2回戦2分2ラウンドやります。インターバル30秒です。ボクシングルールです。恋人です。はい、彼女です。それくらいかな。あとは何か質問があれば。9試合やりますね。僕のルールはキックなしです。試合によってそれぞれ違います。ボクシング、キックボクシング、総合、今回総合が加わったのかな、総合、それからなんだっけ、ブラジリアン柔術、うん、俺らおしゃれじゃないよね。ねえ、いつも寝巻きだもんね、うん、でぴったりいいと思いますね。3分3ラウンド前回経験したのは僕とテルだけなんですけど、ああいうグダグダになります、素人がやると。2分2ラウンドは早く KO を取らないといけないんで、バッチバチの殴り合いになるんですよ。いいルールだと思います。ただインターバル30はやりすぎ。まあ素人がやる地下学とか2分2ラウンドっていうのは普通っすね。インターバル30はちょっと時間の都合とはいえ早すぎる。1分全力でちょっときついですよね、普通の人は。プライド面白いっすね。桜庭選手とか神がかってましたよね。本当に恥ずかしいよ、やってる人には恥ずかしいよ。まあ熱い試合になると思いますよ。試合数多いし2分短いっていう。ただね、ちょっとインターバル30はちょっとなってみんな思ってるはずだし、あとねもう一つあれがあるね。インターバル30と KO 数が 3KO なのね。2分間で3回倒すって結構ハードル高いでしょ。
プロでもさ3分3回撮るの難しい、3分以内に3回撮るの難しいのに2分間で3回っていうのはもうバッチバチに殴り合わせようとしてるね便所さんが。着いたね。どう？ん？ここだっけ？じゃあもう一個先。ガシャ。レイセフォー、俺生で会ったことあるよ。会ったことっつうか見たことある。すっげーかっこよかったよ。モデルみたいな彼女連れてた。おもつ参道で。多分ね、そこだと思うんだよ。ここじゃなかったっけ？え？ここ曲がるんだね。こんな細かったっけ？多分ね、くっそ細かった記憶があるんだ。ここで合ってるのも、あ、いた！おはようございます。おお、ちょっと待って放送切るか確認してくる。放送切ります？放送切ります？あ、いいよいいよ、切れた。うん、いいよ。結構切れた。ガソリンが。いいよいいよ。いやいや、もう来てもらってね、なんかさ、そんなのいいからいいから。マジっすか？当たり前のんちゃん、足んないとは思うけど。ガソリン代で。あ、はい。うん、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。うん、今日はよろしく。よろしく。うん、鮫島さんの一言目に期待、ガソリン代っていう、かっこいい。いやいや、ほらね、せっかく横浜遠いから。いやいやいや、逆じゃん、千葉と。今日はありがとうございます、よろしくお願いします。いや、本当ありがとう、よろしく。雨降ったから助かったわ。ですね。絶対俺行かなかった。いいっすね。じゃあ、目的地新木場か。新木場駅で。俺がね、配信し、あー、でもわかんない。リーワードのね、どうした？携帯で検索できる。俺配信中だからさ。あ、俺やる。あ、すいません。ちょっと待って。なんていう場所？新木場ファーストリングなんですけど。ファーストリング。多分駅の方がいいですね。駐車場がないんで。あ、そういうこと？はい。東京都江東区。あれ？これした。だよね。これでいいんだね。江東区。新木場一丁目。だと思うし。新木場一丁目。うん、はい、ここでいいですか？多分ここで、はい、ワード。あ、ここで合ってますね。おまに応援歌をダウンロードして、はい、応援歌ですか？サムのこれなんすか？アリスのチャンピオン。これがチャンピオンだ。そう、お前は、はい、負けるんだよ。え、なんでこの歌では負けてんだよ。負けたらダメじゃないですか？でもこの歌は応援ソングとして、はい、了解です。負ける歌ダメじゃないですか？そんなことないね、のんちゃんな。大丈夫よ、ガードレールとか通れる。そうそうそう、そこを通れる。運転変わる？大丈夫？のんちゃん変わる？運転変わろうか、なんかね。変わる、はい、なんか調子悪いの今日。なんかちょっとね、具合悪そうだ。変わる変わる。どうしたの？どうしたの？眠いの？なんか今日ね、調子悪そう。すいません、鮫島さん。いやいやいや、大丈夫、甘えちゃう、甘えちゃう。眠かったんだ。眠かったんだ。眠かったの？いいよ、いいよ。すいません、鮫島さんなんかめちゃめちゃおしゃれになってますね。まあね。ちょっと別の人みたいなんですけど。まあ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 、なんかバンドやってそう。下北沢とかでおしゃれな。ああ、そうね、はい、ちょっとね、はい、ちょっと韓流っぽいっしょ。韓流っていうかなんか超おしゃれの最先端行ってそうっすね。あ、ほんと。はい、多分これいいんだよね。なんか眠そうだったからさ。あ、なんか事故られても困るじゃん。だから変わろうか。すいません、俺免許持ってる。結局迎えに行ったの。あ、いいいい、全然申し訳ないです。運転は別に全然なんてことない。何分かかる？何分ぐらいですかね。52キロって書いてあります。あ、じゃあ1時間半。はい。
まあ2時間かかんないから途中で飯食ってもいいかもしれないですね。そうだね、はい、時間によってはね、はい、この車は禁煙車？あ、全然バンバン吸ってください。あ、じゃあもうガンガン吸って。ガンガン吸ってください。狂ったように。いや、そこまでは吸わない。三本吸いとか。ああ、いいの？三本吸いいいの？なかなかないよね、三本吸い。むせますね。うん、てか三本吸ったことないよね。はい、あ、あるよ、ライター。あります。大丈夫。ここ貸して。しかも俺はライター、エコでね。電子ライター。へえ、かっこいい。カチャッとかないんだ。シュー、うん、おシャンティー。10年式だね。どんどんさ、めちゃめちゃさんがおしゃれになってくからちょっと若干戸惑うんですけど僕。まあね、はい、これまっすぐに。お前このカーナビ古すぎだろ。お前どこ走ってんだ。俺そうなんですよ、いやかんねん、めちゃめちゃ古いんですよ。うん、まあしょうがないか、はい、あ、そうそう、テクノバンドみたいなさ、そう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 、おしゃれなバンドやってた。ああ、そういうこと。アジアンカングージェネレーション、そうそう、そういう感じ。あ、ね、めっちゃイケメンだよね。まあね、まあ、字がいいからね。ほんと変わりすぎですよ。そう、変わりすぎ。そう、鮫島さんはただ中身は変わってないから。中身変わってない、うん、中身は下道のまんまだから。ドンちゃんなかなか笑わないけど、鮫島さんのトーク笑うんですよ。 笑うよね、笑ってくれるよね。はい、ほんとね、嬉しいよ、笑わせがいがあるよ。サメちゃんかっこいい。あ、ちょっと待って、やばい。インテリ、インテリ、インテリヤクザ。おしゃれなカフェで働いそうだよ、ね、残念、無職です。働かねえよ。いや、働くけどね。仕事探してんじゃないですか。探す探す。ハムスター死んじゃってね。あー、残念ですね。1週間ぐらい前かな。はい、でも1ヶ月持ったね。あ、もうあの飲み食いできなくなって。マジっすか。でも注射1日おきに行ってたから、はい、獣医まで、あの病院まで。はいはいはい。いや、すごい長生きしますね。でも 80g が 40g まで、あー、最後半分まで、半分。鮫島さんめっちゃ優しいし、はい、気遣いめちゃめちゃできるよ。そんなことね。だから相手の心理が読めるから、あのディスができるんだよ、一瞬で。いや、相手が言われたくないこと、言われたいことが分かる人。あ、まあそれは分かる。あの、2手先が見えんだよ。ですよね。相手が何言おうとしてるかとか、なんとなく分かっちゃうの。だからリスナーさんのコメントを返し方一番ね、早いの鮫島さんだよ。多分それだと思うよ。的確ですよね。俺ね、どんなコメントが来るか大体読めちゃうんだ。ですよね。手読んで打ってますもんね。だから先手打って話してんだよね。もう多分珍しいと思うよ、コメントの前を読むなんて。なかなかいないと思うよ。カウンター気味にコメント返しますからね。だから俺すごい、あの、スピードあるじゃん。はい。それは多分そういうこと、昔から言われる、それは、うん、あのね、気持ち悪がられんだよ、働くと。心読めら、ま、そうですよね。働くとね、すごい、もう、あの、相手が何を求めてるか分かっちゃうから。例えば工具とかでも、はいはい、あ、これ欲しがってんなみたいな。あ、工具とかも分かんない。もう全然、だからもう先に用意しておくの。だから、おい、カズって言った時にもう持ってんの。なんで分かったのみたいな。怖、漫画の世界じゃないですか。いや、これマジで昔からあって。すげえな、うん、あれ、僕、人と違うと思った。ただ、今日、はい、あの、僕、はい、NG の人結構いるんで。そうですよね。気をつけてくださいね。気をつけます。あの、はい、楽屋で捨て頃が起きますから。いや、のんちゃんは、のんちゃんは控え室いないっす、いないっす。観客か、はい、客席か。客席。え、持ってきた？客、あの、チケット。あ、よかった。うん。そっかそっか。まだ、お前しかいないから止められるの。多分俺のこと分かってんの、お前しかいないから。そうっすね。うん、あの、大体把握したんで。うん。何人かは。まあ、話してるからね。はい。会場ね、いや別に本当のこと言うと15時に入ればいいんだけど、はい、早め早めで、早めがいい、絶対ですよね。絶対早めがいい。そんなね、ギリギリにね、行くなんてね、やっぱやる気がね、ですよね、うん、伝わらないもん。楽屋の乱闘 DVD 特典なるかもしれない、もしかしたら。それ買いにバカ売れっすよ、ね、今回ね、はい、何人か、ポンスケ来ないよね。いや、来るんじゃないですか。来たらやばいよ、やっちゃうよ、また。来るんじゃないですか。めちゃめちゃ仲いい人いっぱいいるじゃないですか。まあいるね、 TJ でしょ、はい、TJ グループでしょ、はい、ただまあ楽屋には来ないか。いや、来ると思います。あ、だってもうそしたらもう多分チア見るよ。俺あいつただじゃお金も。それはもう、もうそれはもう自分が。何があったんですか。あの、ほら、キャスバー行ったじゃん、はい、連休の時に、ほら、やっちょ捕まった時、はい、あの時やっちょ捕まってからあいつ来たんだよ、はい、で俺が普通に「おい、ポンすげえ」って言ったら、はい、俺お前のこと嫌いだからあっち行けよって言われて、うお、
でまあまあいいから、まあ、そうね、はい、もう俺も酔ってたし疲れてたから、はい、まあ普通に我慢してたんだけど、はい、でなんかおめえ気持ち悪いんだよとか煽られたから、はい、俺酒ぶっかけてやった2回おお本当は手出そうと思うんだけど水じゃ済まねえぞ今度は、うん、すごいなそっちの方がメインイベント危ないあうっす、うん、なるほど捨て頃3が捨て頃3が開催されちゃうかもわかんない、はい、DVD 特典の方が面白いんじゃないかわかんないもしかしたらその場で中止になるかもわかんないけど、はい、ただちょっとね、うん、ちょっと嫌なやつが多いから今回まあ名前言ってもいいんだよね、はい、おみやびおめえだよ特におめえだよ何があったんですか何があったっていうかあいつのもう全部がダメ生理的にダメなんですかもう話じゃんもう声と見た目と全て楽屋別になんないかないやもう本当にしてほしいぐらいであいつ調子乗ったらこれマジブチ切れるから俺の前に舐めた口は聞かせない本当ダメなんだあいつあいつとバクソだけはどうしても好きになるどうしてもあいつらが例えばなんか核爆弾とかをさ、はい、なんかね自分の身を犠牲にして解除しましたと、はい、日本、はい、守られましたと、はい、うるせえ死ねえよもうおめえが余計なことするからっ て核爆弾解除しても嫌いなんすか無理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 すげえなあまあだからそんな感じねうん絶対嫌いってこと、うん、いやもうだあとはあれアムチもダメでしょ、はいあんまり来ますね。ね、クモン流もダメでしょ。まあ、ダメではないんだけど、向こうがなんか俺を避けてるから。僕でもイエーイっていう感じの人が苦手なの分かりました。ああ。イエーイみたいな。っていうまあそうね。あと生意気なんだよね。ああ。金梅はさ、もう雑魚だからあいつは。俺の前で調子乗れないから。はい。いいんだけど。じゃあ多分金梅来ねえよ。来ないですかね。多分来ない。あいつキャスまで今潰れてるもん。え？で雨降ったじゃん。ああ。来ねえよこれ。ヒカル君かわいそうまあしょうがないでしょそんなやつにセコンド頼んだやつリアルに来ないかもしれないですねいや多分来ないと思うよ、はい、昨日すげえベロベロでしたもんだからもう来る気なかったんだよ、うん、だから来る気あったら普通休むじゃんはい、うん、あのゆっくりするじゃん、うん、ねでもそれだってできないんだから来る気がないんだよ最初からまあ来なくていいしねあいつFF のパンチ効かなかったな全然びっくりはしたけどねいきなり殴られたからマジっすかあれだよ福島のああ見ましたよ僕出会う前ですよそうだねはい野箱さんだもんねだって和道と、はい、しっかり絡むようになったの野箱のアパートそうですそうです以来だもんねしっかりっていうか初対面ですよそうだよね、はい、な話したこともないってその前はありますありますなんかスカイプとかなんかではいちょっとあるかなまあでも無名っすねでもないよねほぼないよねほぼないっすよ俺も知らなかったもん お前はどうかみたいなうん全然知らなかったはじ、い、めましてはロハコ五社物件だよねはいまあね残念だよねほんとねロハコさんねびっくりしましたよいやなんかね あいつ死にそうもなかったけどね意外やあでも言ってましたね、まあ、心臓がね心臓が、うん、手術したばっかりだったんでうん、うん、まあ心臓はしょうがねえよなすごいでしょ豪華でしょ亀島さんだって YouTube で昔の動画見てます、ね、ああどうもどうもよろしく今日は和道が伝説残すからよろしくお願いしますうちの和道がうんなんだっけはい、1ラウンド KO 1ラウンド KO 狙いますようん狙わなきゃダメだよね、はい、むしろ、はい、うんお前にあのインターバルのゴングは聞かせねえよっていうね、はい、ロハコシンだロハコさん亡くなったよかわいそうにねまあかわいそうじゃねえか寂しいっすねまあ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 ねやっぱね、うん、でも本人配信大好きだったんだよまあねあの人は面白い人だったよ、うん、本当に、はい、なかなか変わった人だよ、うん、いい人だったよ、うん、面白い鮫島さんおしゃれだよねまあねやっぱほらだってさ、はい、せっかくお招きいただいてさ、はい、出巻きみたいな格好で行ったからさ、はい、失礼じゃんみんな一生懸命真剣にやってて取り組んでる人がいる中大人がねめっちゃおしゃれな感じで来るからびっくりしましたよ、うん、まあこれ全部オカリナのあれですあやっぱりそうですか当たり前だよ俺だったらスウェットだよですよねあそうスウェットのイメージですもんだもんね、はい、だもんね
え、服とかも店とかも全部オカリナさんが決めてるんですか？全部全部全て。一緒に買いに行くんですか？一緒に行く。お買い物はもう絶対一緒。いいな。スーパーでもコンビニでも。どこのブランドとか着てるんですか？いやもうそういうのはない。ないよ別にブランドってそんな高いもんは着ないよ、俺はそういうの嫌いだから。あ、そうなんですか？だから H&M とか。はいはいはい。あと、でも全然見えないっすよ。これはどこかわかんない、はい、パンツ多分高いっすよそれ。このパンツ島村だよ。これ俺が買ったやつだよ。あ、マジっすか？ロハコはお星様になりましたって。お星様お星様。まあちょそれは違うかな。多分あいつが星になったとしたら、多分もう死んでる星だよ。多分梅干しとかですよ。やだよ弁当に入ったら。あ、なんだ、はい、あの顔のあの形した梅干しが入ってるでしょ。そうそうそう、ちょっと大きめの怖えよ。あの焼酎割る時の梅干し。ああ、はいはいはい。南高梅とかね。そうそうそう、怖えってもんじゃねえよそんな。ここ混むんだよね。混みますね。うん、雨降っちゃったしね。車運転しやすいの。しやすいですか？古いこれ、のんちゃん。あ、古いんだ。直樹兄さんとか絡みあります？全く。名前聞いたことあるかないかぐらい。ニコ生の運営だったんですよね、もともと。もう全然知らん。あ、知らんすか？おなきって言われてなかった？どう、のんちゃん。わ、全然わからん。おなきっていう人もいたけど。あ、別なんだ。違うんだ。おなき兄さんとかいなかったっけ？おなき兄さんとかも言われたりして。あー。もう全然わかんない。まあね、まあ、残念ながら雨降っちゃったけども。なんで梅雨にやるかね、便所も。なんすかね、夏休みとかの方が高いのかな。あ、それだ。そういうことなんかな。それす、便所やっぱそうだよね。絶対そう。そうだよね、梅雨のシーズンだからね。多分空きが多くて取りやすいんで。そうだね、そういうことだろうね、はい、絶対あれですよね、夏休みですよね、普通だったら。まあね、だってこんな天気でさ、はい、正直ね。しかも外物販って。それ悲惨だよね。やべえ、はい、バッジ忘れた。取り行きます？いや、いいいい。いいっすか？いいいいもん、別に。バッジ、みんな楽しみにしてたのに。ごめん、なんか忘れてるの。雨降ったから持たなかったわ、紙袋だったから。まあ、そういうことっすよね。まあ、そういう時もある、うん、うちに取りに来て、欲しいやつ。シャメは OK ですか？リスナーさん当日来て。ダメです。ダメなんだ。シャメはダメです。シャメ禁止です。プライベートなんで、完全な。あの話しかけないでね、俺に。あ、鮫島さんだとか言われたら俺舌打ちするから。サージディーリカみたいに。やんなやつ。あのカメラ回ってないと機嫌悪いよ。別に。そう、すごいクソ野郎だな。意外とね、ファーストリングね、冷房ガンガンに効いて冷たいぐらいだよね。あ、そうなんだ。めちゃめちゃ冷房ガンガンに効いて。あー、動くと熱いもんね。いや、結構なんかそのプロレスとかって熱いらしいんですよ。あ、そうなんだ。で、みんな肺活量とかやられるらしいんですよ、うん、だから鍛えるんですけど、うん、キンキンに冷えてるんですよ、会場行ったら。めちゃめちゃ涼しかったっすね。あ、そうなんだ。はい。でもあれでしょ、はい、セコンドは客席とか行っちゃいけないんでしょ、確か。客席からですよ。え、何が？リングの下客席なんで、うん、もう客席の一番前で応援する感じ。じゃあ、控え室にいなきゃいけないんだよね。そうっすね。出番以外は。そうっすね。だよね。はい。多分説明ありますね。出番終わったらどうしてくださいとか。でもね、俺はね、ちょっと便所太郎に文句がある。どうですか？5時間参りはおかしいよ。それは。意外と。いやいやいや、うん、わかるよ。やること多いのは。びっくりしますよ。めちゃめちゃ忙しいっす。いや、わかるけどさ、はい、どうなのよ。もう音響を、うん、音響チェック、歌のチェック、うん、ああそう、まあ大事だね、大事だね。物販、あとレフェリーからのルール説明、うんうん、大事だね。あとなんだっけな、もうとにかく結構バタバタ。まあ確かに大事なことは多いけども、はい、まあ正直ロハコさん前回は暇です、うん、眠いって言ってました。セコン、あ、そっか、ロハコ去年出てんのか。そうそうです。そっかそっか。連チャン出てほしかったんですけどね。まあね。
ごいな、閲覧倍になりました。鮫島さんが来てから閲覧500になりました。嘘だ、はい、そんな。あ、でも見るもんないもんね今。どうなんですかね。いやほらみんな向かってるから。はい、あ、そこそこ、まあ、そう トークができる人がいいですね。いや、やっぱね、はい、うん、退屈だよね。ですよね、うん、多分、うん、そう、家まで取りに来てバッジ忘れたよ。でも今戻ったらまたこの混雑に巻き込まれるから、いや、行かない方がいいよ、うん、まあ時間はあるけどね。でもいいよ、別に大した問題ないし。鮫島はカリスマ、本当間違いない。あ、花火ありがとう。花火ありがとうございます。前祝いかな。ありがとうございます。違うよ、はい、お前の慰めだよ。光電代とかさ。いや違う違う、あの病院代。あ、病院代。ありがとうございます。キャンプしながら応援してんだ。キャンプ中に捨て子の見るって熱いね。ありがとうございます。いただきます、アイテム。あ、そうやって見るの、匿名。そうです、そうです。あ、そういうことね。そうなんです。財布は持ったよねって。あの財布はある、大丈夫。財布はある、はい、鍵もある。運転してるのはレジェンド鮫島さんですよね。のんちゃんすげえなんか眠そうだったからまあまあまあね。鮫島さんにあのよくしていただいたきっかけはですね、あの、海に、ね、あ、江ノ島ね、江ノ島、青山とね。そうです、あの3人で仕事決まってたんですけど、あの恋と、そう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 、そういう仕事だったんだけど、お前配信と仕事どっちが大事だって言われて、仕事サボって海に行ったんですよ。配信業やるんだったらっていう。そうです、真冬の海に江ノ島往復したんです。何月だ、12月とかだよね。あれ12月とか1月とかですね。だよね、はい、くっそ痛えの。痛かったっすね。もう痛いですよね。寒いじゃなくて冷たいじゃない、はい、痛いです。もうとにかくあと筋肉固まってくんですよね。そうお前大したもんだよ。途中でし、あ、こいつ沈むと思ったもん、はい、無理だもん。あれ300m ぐらいあるよね、肩の。あります。200、300あります、あります。結構深かった。深かったっす。あ、この辺まで行きますね。あ、そんな深いんだ。一番深いところは。私もやるか。で、会社から電話かかってきて、何やってんの、何やってんのっつったら、今風邪ひいてっつったら、配信見てるよって言われたんですよ。で、首だよね。首ではなかったです。首ではないか。はい、海臭いままそのまま会社行って平謝りするの。ああ、そうだ、それ謝りに行ったんだっけ、はい、今日はそっか、だからまあ結構な、まあ、面白い顔ぶれなんだよな。そうっすね、うん、出演者が18人ぐらい、あ、20人ぐらいか、歌含めて。あ、そういうことね、はい、で、セコンドが2人つくんで、うんうんうん、40人で60じゃないですか、うんうんうん、多分配信者だけですごいね、7、80人来ますね。あ、そうなんだ、はい、客席にも来るんで。でもあれでしょ、ヨッサンはできんでしょ。ヨッサンは来んのかな。いや、来ない、なんかベンちゃんができんだって。なんでですか。あのほら、はい、カズ君そのセコンドだったじゃん、はいはい、でもなんかねしたんだよ。でこっちんが NG 出したんだよ、はい、カズ君そに、予算やめてって、はい、でカズ君そが予算にあごめんなさいって言って断って、はい、そしたらなんか雅のセコンドになるとか言い出して、はい、でやっぱそういうめんどくさいじゃん、ね、便所からすれば。なんなのそのわけわかんないルールみたいな、はい、だから便所が来なくていいよ、はい、まあそうなりますよ、ね、来なくていいよあいつは、いらねえからはい、あのカズーンさんっていう今日あの、はい、セコンド一緒にやっていただく、あ、日高ちゃん、はい、日高さんってやべ、今コメントでよろしくお願いします。あ、よろしく、こちらこそ。そうダメ、 いいんだよ、相棒なんだから何なんだ、ダメなんだ。なんでカズさんがよろしくお願いします敬語使ってんのにそんな感じ。しくよろ、しくよろとかやめてくださいよ。何が日高ちゃんとか、なんでそういうノリなんですか。いいじゃん、俺のことサメちゃんとやめてくださいよ。全然サメちゃんっていいっすかね。そんなね、本当にやめてよ、堅苦しいのなしにしよう。あの、カズさん前もって言ってたじゃないですか、あのいいじゃん、何じゃん、あの、いや、何があるの。いやいやいや、フレンドリー、いや、フレンドリーは大事ですけど、大事だよ、そんなの。縦社会なんかいらねえんだよ、縦社会、横社会でいいんだよ。出たよ、出たよ、いいんだよ、そんなの。マジか、気まず、俺あ、了解です。本当にすいません。いいよいいよ、大丈夫。和道リスナー全員謝って、俺らの責任だから。これ何がだこれカズンさんに謝って何がいいじゃん、そうやって親睦を深めるみたいな。いやいや、それ大事ですけど。よそよそしいさ、仕掛けるな、生主ですね。いや、まあまあまあ、それはもう11年やってますからね生主だな、怖いもんねえな。それはね、俺はもう
にわかとは違います、ね、精神力だけで言ったら一番強いですからね。間違いなく誰にも負けないでしょ。今日来るやつみんな雑魚じゃん。金牌なんか俺の前じゃ猫だからね、帰ってきた。悪いけどあいつ配信でしか調子乗ったこと言えないからね、俺に対して。俺の前にキャリア倍ぐらいありますからね。全然だって配信サイトがある前から配信やってるっていう謎の経歴ですよ。自分でポート開放して自分のパソコンにリスナーを招くというすごい。バンもうやり放題だバンがないの。チンコ出してもおしっこ飲んでるやつもいたし、意味が分かんないでしょ。自分のパソコンをサーバーにしての Windows メディアプレイヤーとかを開放して、そういうことで、だから映画とかも流せたし、まあ、ただその代わり民事裁判されたけどね。されたやついたけど。マジだ、やりたい放題だから。やりたい、すごいっすね。あのリスナーさんもひだちゃんとかやめてください。ひだちゃんでいいんだよ。ひだかさんはあのちょっとやめ、砕けた感じでいいんだよ。砕けすぎですよ、ちょっとひだちゃんとかやめて。いいんだよ、お前は試合に集中すればいいんだよ。ありがとうございます。OPBF 東洋太平洋2冠ウェルター級スーパーウェルターのチャンプで、オッパッピーの、オッパッピーとかじゃないですか。何が東洋 OPBF オッパッピーではないです。オッピッピーでしょ。オッピッピー OPBF です。あのオッパッピーとか関係ないです。世界7位です。はい、あのボクサーです。7位か、7位か、ちょっと本当に怒りますよ。いや だけど何すか7位かって今。6位ではないんでしょ。6位ではないですけど、7位なんでしょ。7位ですけど、もうちょっと頑張れるんで。ちょ本当怒りますよ。いや怒られてもね、そんな本当。のんちゃんどう思う。ちょっと乗り込む素人ですから。のんちゃん俺の味方だから、のんちゃんも思うよね、そうやって。ちょっと本当に6位だったらね。ねえ、そうだよね。いい加減にしろよ、お前も。何 ETC、 お前本当 ETC だよ。いい加減にしなさい、本当に。いいね、のんちゃん、そう思うよね。気まずいの俺だから。6位にはなれなかったの。6位にはなれなかったですけど、7位ですよ。7位か。やめましょう。7位か。もう本当に、ワドリスの全員、日高さんに謝ってください、本当に。カズさん、申し訳ないです、本当に。まあ、いいんじゃない？僕の責任です、これは。日田ちゃん、すげえとか、やめて、本当に、矢城さん。ちなみにヤジオさんとかトベッチは俺のリスナーだ、ね、そう、わかりますよ、わかりますよ。ここで乗っかってくるのは、ね、乗っかってくるのはサメ島リスナーですよ。シャークですよ、チームシャークですよ。そういうこと。本当に僕はボクサーではないです。日高さんがボクサーです。日田ちゃんがボクサー。日田ちゃんじゃないですから。せめてカズさんですから。いや、ないそんな。ないですか。そんな、ない俺の中で。ホッパッピーとか言って、パッピーみたいなもんでしょ。パッピーではないですよ。ナビよろしくね。そのナビよくわかんねえから。よくわかんないです、うん、僕自身がよくわかんないです。うん、オーシャンパシックピースってことでしょ。おー、いや、おー、ピースピースなんですか。そう、そういうことなんだよ、パッピー。オッパッピー、そうなんですか。そうだ、オーシャンパシフィックは確か東洋太平洋、太平洋とかいい。ピーだけ違いです。そうだ、ピースだよ。ピースなんですか。そう、小島よしおが昔言ってたよ。まあ全然意味わかんないですよね、太平洋ピース。だからって話はね。ですよね。まあでもね、まあ試合は勝ちましょう。じゃあ入場の時とか、うん、ツイキャス始まるじゃないですか。あ、始まる。日高さん映った瞬間に全員おっぱっぴーとか書くのやめてください。いいじゃないの。やめてくださいよ、ちょっと。それが言っちゃえば応援のコールなんだよ。コールだよ。日高、おっぱっぴーってなんだってなるじゃないですか、3万人が。いいんだよ、それは。もうそんなんね、もう行っちゃえば、もうこんなの、もう、無礼講だよね、のんちゃん。意味が分かって、ほんと。のんちゃん、寝ました。寝やがったな。無礼講だよ、無礼講。あの、スリさんがマスクはって書いてますよ。だから全部忘れたんだよ、マジ。雨降ってても来たから。で、それ持つの忘れた、完全に。それ以外は完璧なんだよね。世界ランカーにおっぱっぴーって言える精神力が、やっぱすごいね。世界ランカーだかなんだか知らねえけど、なんで喧嘩売るもん。いや、なんで喧嘩。喧嘩は売ってませんよ、喧嘩は。喧嘩は売ってませんけど、なんだか知らないけれども、もう、はい、関係ねえから。リングから降りたらただの人間よ、そんなの。すっげえな、本当に。引くわ。そういうもんでしょうか。リングから降りたらただの人間なんだよ。引くわ。僕たちは、マジなんだよ、ニートが何言ってんだよ。やめろ。ニート関係ねえだろ。ニート関係あるでしょ。今ニート関係ねえだろかよ。おめえもニートじゃねえかよ。僕もニートでした。すいません。なんかもうあと2年でニートじゃなくなんだぞ。
無職だよ。年齢的な問題。年齢的な問題です。まっすぐ。まっすぐだもんな。まっすぐっすね。リラックス効果半端じゃないですね。いや、リラックスしよう、リラックス。うん、柔軟になってりゃ勝てる。やばいな、ほんと。生主で、カメラ回ってないときおとなしいんだよ、鮫島さん。おとなしいっていうか、喋んないよね。喋んないですね。てか、あれだもんね、サバゲーとか行ったときも、俺、飲み会、あの、オフ会とかやんねえもん、民主会とか。やんないあ、みんな降りて、みたいな。川崎で。もう帰りたい。もうカメラ回ってるともう、いや、カメラ回ってると俺は手は抜かないね。すごいっすね。たわくでももう全然抜かないですもんね。もう全然もうあの誰にも負けないんじゃない、そこは自信あるもん。すごくない、この喋りペラ。俺も2、俺も2位だった、うん、ただ配信終わったら俺はもう帰りたい人だから。わかります。おおすごいっすよね。あ、すごい切り替えが早い。すっごい。あ、そうそう、今回なんか、はい、ベストセコンド賞っていう、はい、あ、なんかあるらしいね、はい、賞金が出るって言ってました。いや、わかんないですよ、値段が。あれじゃないですか。なんかそんなね、モグゴリのなんか、お食事券とかだったら俺、できんだからね。いらねえ。できんだからね。いや、面白いな。人間平等だって、全員人間平等だよ、人類みんな平等だよ。2位とか言うか。7位だか何だか知らねえけどさ。いや、面白い。こんにちは、ゆずさん。楽しんでってください。面白いでしょ。面白くしなきゃ配信者じゃないよ。わあ、名言っすね。当たり前だよ、そんな。面白いのに当たり前でしょ。名言っすね。当たり前でしょ。いや、感動するわ。面白いことしてるから配信者なんだ。確かに。サメ島さん、メンタル最強だと思う。俺、今まで出会った中でメンタル最強、俺サメ島さんだと思ってるから。右に出る人いない。うん、まあ、で、まあそれは出させねえよな。だって名だたるアウトローの人たちも鮫島さんはとつ切りますからね。うん、鮫島さんはいいやってなる。いやね、アウトローとか、はい、俺の前じゃ敵じゃないんだよ。なんかジャンルが違うんですよね。だから別に命を取られたところで、はい、どうぞって話じゃん。そこでひよんない。そう命取られて構わないだから。別にいいよみたいな、欲しければくれてやるよみたいな。捨てるからただそれお前は俺を殺せんのかなって話になればアウトローはひるむから。バカ野郎って話じゃん。ね、僕別にヤクザやってるわけじゃないけどもね、別に俺はヤクザじゃないんだからビビる必要ないんだよ。すげえな。おはようございます、頑張ります。見ての通り元気です。元気です、はい、今何人来場？来場491ですね。あ、まあ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 、すごい。まあね、こんだけの人間がお前に期待してるんだよ。いや、ほとんど鮫島さんのリスナーです。コメント欄がノリが鮫島さんのノリなんで、あの和道リスナーが萎縮してます。食っちゃってます。完全に食ってます、ね。ちょっと面白いな。こういうリスナーさんいいっすよね。なんかノリめちゃめちゃ良くて。いや、まあまあまあ、それはね、本当それはもう助かってるよ。本当に乗っかる乗っかる。たまにふざけすぎるけどね。鮫島さん、ごめんなさい、ふわこさん。あのね、鮫島さんね、あのお仕事が決まるまで、あの配信を自粛するっていうルールがあるんですよね。そう、まあルールっていうか、まあ、その自分でね、自主的なもので、はい、そう、なので今回あの自分の方に出ていただきました、はい、そういや、すっげー有名人ですよ。そんなことはないよ。あの悪名ですけどね。悪名、そうなの。悪名でしょ。そうなの。悪名でしょ。え、結構両名いい。え、正義の味方だと思った。まあまあまあ、ヒーロー主人公。いや、ヒーローじゃない。じゃない、ヒール。あのラスボスです。やめてよ、そんなわけないでしょ。ラスボス、デスタムーアとかその辺ですよ。はい、ゾーマとか。裏ボスってこと。 裏ボスです。エスタークとか。あ、はい、そう、初めて言われたな。いや、面白い。でもね、みんな勘違いしてんだよ、はい、俺怖い人じゃないからね。あ、まあ怖くはないですね。全然優しいですね。まあ、切れると誰だって怖いじゃん、うん、当たり前なんじゃん。いや、あのね、怖いっていうよりも僕の正直な感じなんですよ、はいはい、タッチが悪い。何、どういうこと。もう手に負えないっていうか、無双モードに入ったら何だから、はい、もう無法者みたいな。いや、無法者っていうか敵に回したくないですね。ああ、それは言われるね。もう絶対的に回したくない。それが強さの秘訣。そう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 、多分別に力がなくたって、はい、あ、めんどくせえなって思わせたら勝ちなんだ。腕力じゃなくて、もう絶対に敵に回したら人生終わるって思う。そう、うん、終わらせる自信ある。
だって人の家の、うん、電気を解約したり水道を勝手に解約する能力があるんだよ。いやまあ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 、それはほら東京電力が勝手にやってるすごいよな。まあね、だから和道君がねこうやって誘ってくれたおかげで俺はねこうやって貴重な体験できるから、いや嬉しいっすよ。やっぱね全力でやらせてもらいたいし。だって鮫島さん11年キャリアって、うん、そういうイベントごととか、うん、でっかい全く興味ないね。ですよね、全く興味ないから。だからまあ和道がね誘ってくれなければ見にも行かない。まあ多分ツイキャス家で見るか見ないかぐらいの。僕誘いたかったんですよ正直、はいはい、だけど遅かったじゃないですか誘うタイミング。そうだね。でも僕本当に誘いたかったんですけど絶対無理だと思ってたんですよ。鮫島さんのこと分かってるから。はいはいはい、そうだね。それがリスナーさんが、いや鮫島さん誘ってよって見たいよって、みんながねそう言ってくれてね、はい、いや俺も頼みたいよっつってダメ元で聞いてみるかって言ったら、もう一言返事でいいよ行くよ当たり前じゃんって言ってくれて、まあまあまあね、できることはびっくりしたよね。ワドはねよく俺のためにやってくれてるから、いやー、ね、嬉しいっすよ。だからまあね一回くらいは協力できたらなとは思ってたし。いや嬉しいっす嬉しいっす。いや多分リスナーさんも よく思って、よくあれっすよ、嬉しいと思ってますよ多分。去年は誘ってない俺。去年だって俺家で見て、家で途中で見たんかな。はい、多分もう記憶にない。 あんまり。誰ら辺の試合見たとか覚えてます？ね、はい、あの桃襟のなんかは聞いた。じゃあいや、お前何なんだよと思ったもん。何なんだよっすね。お前が何なんだよ。ちょっと冷房つけてくれるか。冷房、はい。なんか冷房どこ？冷房ついてんのかな？いや違う、これ暖房だ。なんかあったかいんじゃねえか。27度。ババアじゃねえかこれ。この温度設定。いやそっちじゃなくて、こっちの。テンポって。何度ぐらいでしますか？これ24度ぐらいでいいんじゃない？24。老人ホームの温度じゃない？設定。いや、やめてもらっていいですか？人の彼女を。老人ホームの設定温度じゃない？やめてください、やめてください。まだプリプリの47歳なんで。ああ、まあね、油の乗った。油を乗った。うん。美熟女ってやつだよね。そうです、美熟女。ジャンル的にはそうです。そうだよ、そうだよ。はい、そんじゃん。美魔女か。はい。まだ老人ホームではない。老人ホームではない。はい、もうちょっとか。もうちょっとではないです。まだまだ。老人ホーム候補生だ。候補生です。はい、いいことだよ、それは。みんな世話になんだよ。だから今日はもう我々はチームとして台本を考えました。ほう、なんすか？だからお前が勝つことがもう絶対条件なんだけど。もう絶対条件はもちろんです。で勝ったら、はい、お前はノリコーって叫べ。はいはいはい。そしたらノリコがリングに行って、はい、抱き合うんだよ。抱き合うんすか？ロッキーだよ、ロッキー。ロッキー、エイドリアンですね。エイドリアンやっちゃうんだよ。はい、でそこでお前はひざまずいて、はい、プロポーズすんだよ。はい、な、ノリコどうよ？のりこも苦笑いですよ。何、どう、のりこ照れちゃってんな。照れてるっていうか苦笑いですよ。なんだ苦笑い。はははじゃなかったらベストセコンド賞だからなんかそんなん取れねえぞ。セコンド賞ですよ、選手のパフォーマンスじゃないですか。いいんだよ、だからそれは。お前が取りゃいいんだよ。お前が主役なんだけど。でもロッキー訂正していいですか？はい。ロッキー負けた後にエイドリアンの叫ぶんですよ。あれ違うよ、勝ってんだよ。あれ勝ったんだよ。勝ってでしたっけ？あれ勝ったんだよ。ね、あれ勝ってだよね。負けるんだよね。負けてなんでエイドリアンって叫ぶんだよ。え、そうなんですよ。最後まで立ってたからエイドリアンなんですよ。じゃああれ勝ったんだよ、確か。そうだっけ、あれ、はい、負けたんだっけ、引退試合から、ね、ま、最後の。最後っつうか、最初のロッキーは負けですよ、あれ。そうだっけ。で、2からチャンピオンになるんですよ。え、違う、あれ、ファイナルとかじゃなかったっけ？ロッキー3とかじゃなかったっけ？あ、わかんないです。ワンワンツーはわかんないですね。ハートありがとう。結婚するんですか？結婚しろよお前。以外な、だってもう付き合ってどれぐらい？どれぐらい、もう2年？1年半ぐらいか。だよね、だよね、そうだよね。12月のほらクリスマスの時ほら、そうっすね、付き合っちゃったから。付き合ったでしたね。まあ1年半かですね。言ってもこれなんじゃないの？そういうステップアップの。なんすか？だってそれだったら変わるぜ、やりがいが全て。別に子供とかじゃなくてさ、はいはいはい、その生涯共にするっていう気にもなね、その気持ち、はい、気を引き締める意味でもさ、やっぱのりこもそれ待ってるわけだよ。言わせんな女から。お
前はさ。どうすんだよお前、乗り子どん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 なあ、俺言ってること間違ってる間違ってるから聞いてんだよ、答えろよ。のんちゃん、父さんと結婚するの？うん。嫌なの？嫌なの？あれ、ここで衝撃の事実。いや、嫌でしょ。いや、いや、でもじゃあなんで付き合ってんだよ、のり。いや、好きだから。だから結婚してもいいだろ、お前。違うの？結婚は違うの？結婚は違うの？結婚は違うの？あー、やっぱ女心って分かんねえな。そうですよ、うん、結婚さ、好きだから結婚したいってことじゃないんだ、イコールじゃないんだ。そうなんですよ。いつまでも恋人でいたい。ああ、そういうこと。はい。のり子は結婚したいの、はい、願望は。結婚願望はないの。ないのか、はい、まあそっか、ないよな、確かにな。なかったらまあそりゃそうだよ。でもじゃあ分かった、はい、結婚式あげろ、入籍はしなくていいから。あー、でもそれ考えてますね、写真ぐらいは、ね、写真とか、はい、まあちょっとした、そうですね、うん、別にそんなさ婚姻届出すとかじゃなくて、はいはいはい、記念になる、まあ、そういうのが必要だよ。そうですね。のんちゃんのウェディングドレスってみんな見たんですか、ね、あー、あんま興味ないですね。死に装束みたいになっちゃう。あれ興味はないかな。興味はないですね。あんまり興味ない。そっか、おかしいな。いや、興味はないよ、ぶっちゃけ。お前50間近で、お前ウェディングドレスってお前恐怖だぞ。なんすか恐怖。ホラー映画に出てくる。そう、言葉選びましょう。あ、そうだね。ホラー映画、俺たちは多分ね、味方だもんな。味方で仲間。そう、仲間だもん、チームだもん。チームですから、チームだ。今日はそんな敵対しちゃダメだ。そうそう、仲良く仲良くね。弁当吹かない。47でウェディングドレスはちょっと娘が着る年じゃん。そんなに言ったら娘の取っちゃダメ。言い過ぎ本当に。そうじゃないか、エンジンかかりすぎ本当に。あのね、配信者ってこうじゃなきゃいけないんだよ。まあそうっすね、当たり前今回ってんだろ。まあそうっすね、閲覧542ですよ。わあ、じゃあそういうこと、増えてきますよ、増えてきます、そういうこと。すごい、ね、俺が配信者なんだよ。バラバラが止まらない。金牌なんかあんな雑魚だろうな、俺からすれば。何、女使って朝日菜頭なんか春だとかいうクソババアばっか使ってよ。あんな女使って何が楽しいんだ。あれ見てさ、わきわいわい言ってるやつらもどうかと思うけど。頭おかしいんじゃねえ。すげえな、本当に。俺一人で十分沸かせられるんだ。ペラってこういうことだよ、ね、こういうこと。ペラってこれだよ、ね、そう。若手配信者メモ取った方がいい。あのね、もう本当どいつもこいつも分かってない。うん、本当分かってない。何も分かってない。出し惜しみしちゃいけねえんだよ。そうそう、持ってるカード全部出すんだよ、そして戦うんだよ。そう。あと何キロ？22キロっすね。あれ、もう半分。半分っす。早くね。早いっすね。どう考えても早すぎでしょ。まあ飯食いましょうよ。美味しい飯食えねえもん。何ですか？メンツ。俺と食う飯まずいっすか？もう美味しくはないんじゃない？言って。多分。そ、俺基本一人で食べたい人だしさ。じゃあもう一人で食べてくださいよ、もう。本当にもうね、なんかお誘いは嬉しいけど。ひどいな、本当に。俺はいいや。鮫島さんも試合出ればよかったのに。違うよ、ダメ、人殺しちゃうからダメ。違う、そうだよ。あの、狂気ありになるから。あの、悪いけど俺はどんな手を使っても勝つから。あの、多分ね、まず試合前に試合決まりますよね。僕の予想絶対決まると思う、うん、多分どうなんだろうね、うん、俺と戦いたい人いないんじゃない。いないと、誰も戦ってくれないよ、はい、不戦勝だよ。病欠すんじゃない、多分。病欠すんすね。だってもし相手が勝ったとして、はい、その後だよ、その後、そう、終わらないからね。俺の捨て頃は終わんねえ、終わんない、俺が勝つまで。フォーエバーだから、フォーエバー、捨て頃フォーエバーね。映画みたいです、ね、そう、シュレックみたいな。毎日攻撃が来るから。ああ、もうそりゃそうだよ、眠る暇も与えねえよ。ワード、ゴラこんにちは。どうしました。いや、まあね、今誰が配信してんだろうね。今誰が配信してるんだろう。おすすめないですか、僕。誰がやってるか教えてください。多分そろそろあのキャスバー、あの YouTuber 組、はいはいはい、がね、まあ1時ぐらいにやってるって言うけど、まあ移動、まあ1時間後っすね。多分ね、雨降ったから来ないよ、あいつが。いや、多分来ないっていうの、バエさんだけだし、みんな行きますよ。バエさんだけか。はい。
あいつ本当だらしねえ。今1位なんだ、すげえ。あ、そうなんだ。ありがとうございます。おすすめ1位ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。本当に素晴らしい。まあね、頑張って勝ちましょう。勝ちます。はい。まあね、ワノのスパーリング1回見たけど、はい、まあ2ヶ月前の、うん、はい、悪くなかったね。俺はもう全然分かんないから、素人だから、はい、偉そうなことは言えないけども、はい、うん、やっぱ違うなとは思った。でも格闘技の面白いところって、素人が見るのとプロが見ても大体同じ意見ですよね。うん、ああ、そうなんだ。要は専門的になるかどうかで強いかどうか分かりますから。ただね、一つね、はい、まあちょっと文句言わせてもらうと、大振りっすよね、スタミナ。あ、はいはい、スタミナがない。そうっすね。だから、あのスタミナ、力はあると思う。パワーあります。パワーは十分だと思う、はい、本当に、はい、あの通用すると思うんだけど、スタミナ、スタミナ持たないんだよ。そうっすね、スタミナが。だからそこがちょっと心配かな。了解です。もうカズさんにずっと教えてもらったんで、スタミナ切れない方法、うん、絶対スタミナを温存する。でも温存はしないです。そうだね、使いだから余裕を持って、はい、そう、まあ、温存っていうか、まあそのはい、セーブしながらも全力を出す、はい、というよりもですね、あの手数は増えるんですけど、パンチをこうリラックスして打つんですよ。プッってこう、まあ、ごたくはいいんだよそれをやれよ。やります、やります。な、はい、なね、でもね、机上の空論じゃ困るんだよ、はい、な、理屈じゃねえんだよ、行動なんだよ、はい、了解です。な、はい、ロジックはどうでもいいんだよ。了解です。すいません、バカ野郎。どうもすいません。都内入ります、ね、負けたらのんちゃん角エビ切る。のりこを売り飛ばすんですか。売り飛ばす、当たり前。それぐらいの気概がなかったらダメだよ。のりこ風俗に、風俗に落とす。2000万ぐらいですよ。いや、いや、多分売れないんじゃない。売れないよ、のりこは。多分面接で断られる。年齢聞いた瞬間断られる。かわいい、かわいい、のりこ。かわいいかどうかはさておき、はい、年齢がね。いや、そこがまあでも、まあ多分、はい、まあ、抜き線とかだったら大丈夫か。抜き線抜くだけなら。どうなんだよ、風俗に沈めるから、俺が。俺の癖を使って。当たり目だよ、そんなの。怖っ。当たり目だよ。やるかやられるかなんだよ。だ、でもお前は勝つんだよ。100% の自信があれば問題ないんだよ。罰ゲーム、本当に好きですよね。うん、人がいね、なんか辛い思いしてるの見るの大好きだ。みんなそうでしょ、でもそれって、はい、他人の不幸は蜜の味じゃん実際。そうなんですか。え、じゃあそうでしょ実際。そうだろ。で、実際やっちょ捕まったっていうのを知った時どう思う。大爆笑だろ正直俺も正直大爆笑。あの場で笑いはこらえた、はい、嘘でしょと思ってから。え、顔で全力で演技してるけど大爆笑。いや、やっぱほら酔ってるし疲れもあったから、はい、そんなにあってもやっぱツボだね、はい、あの瞬間現行犯謙虚言われた瞬間ツボ、もうあとテレビニュースで大丈夫。あれはツボだね、はい、うん、いやツボだよ、バカだなと思った。面白いな。のんちゃんワド勝つと思う。勝つね。お、何、どれぐらいパーセンテージは。 100%。 お、すごい、絶対なる信頼じゃん。今回いけると思います。これマジで、はい、結構リアルな、リアル、リアルです。あのその惚れてるだとかのじゃなくて、ひいき目じゃなくてのやっぱ実力だ。見てんの、のんちゃんは。見てます、見てます。あ、見てんだ。はい、俺もね、お前のねパンチはもらった時に、はい、正直重かったよ。重いっすね。まあ、あの想像を絶したね。はい、あ、これはと思ったもん。スタミナがね。そうっすね。これは本当に、こればっかしはもうどうしね、やっぱ訓練だから、はい、鍛錬だからあれだけど、でも力はいいと思う。ありがとうございます。多分通用はしてると思う。で、あれから2ヶ月経ってるわけだから、はい、よりやって上達してるはずだから、はい、絶対あのね、柔らかくなってるはずだから、そうっすね、筋肉も、はい、だからそう考えたら、考えたのね。まあ多分だ、俺のパーセンテージ聞きたい。はい、15%。勝つ予想ですか。おお、まあでも高いよ。なんで 15% なんですか。正直負けてほしいって。え、願いの方なんですか。願いの方が強くなっちゃって。
願望願望なんですね、うん、負けた方が面白いかなっていう性格悪っ、まあ、ド S だよね、そう、いや勝ってほしいんだよ、勝ってほしいんだけど負けた方が和道っぽいかなっていう何しに来たんすか今日、ね、セコ応援だよロアコのセコンドの意味分かってます、分も頑張ろうっていうあれだよ、セコンドの意味分かってます、分かってる分かってる分かってる、勝利に導くんだよな、これさ、お前をこれ直樹兄さんからの資格でしょこれ完全に、知らねえよそんなやつ聞いたこともねえよ、どういうことこれ、俺が聞きてえよそういうの、いや面白いな、サメちゃんはゲーマーやでって関係ないから、俺はゲーマーだよ、ゲーマーだよ、知ってるよ、喫水の、俺は本当は今PUBGやりたくてたまんなかった行きたくなかったんだ、だからワードに、はい、あの迎えに来ないといかないよって言ったら迎えに来てくれたから、はい、本当に来ないですか、来られたら行かないわけにいかないじゃんそうっすね、出ないわけにいかないじゃん、はいだもんね、もう言っちゃった手前ね、はい、じゃあもう行くしかねえよ、腹を決めたよ、本当は来る気なかったよ結構な確率で来る気なかったよ多分、あ、ありがとうございます、皆さんありがとう、了解です、いやすごいですよね、いや楽しまなきゃですね、せっかくこうやってさ配信者が、まあ、ね、まあ、持ってるよ、はい、いやあのね正直ね、あの今コメントにあったんですけど、はい、うなちゃん VS、うん、鮫島がやればって言ってたけど、それね、うん、もうそのワンマッチであの戦績ぐらい生まれる、まあ、分かるけど 100% 戦績生まれる、まあね、先方がね引き受けてくんない、絶対受けないと思う、絶対に絶対受けない、絶対にやって、俺はいいんだよ、全然いいんだよ、俺は全然やりますよ、俺は何だってやるよ、ウナだったらやりますよ、負けたっていいからやるよ、はい、別に勝負じゃなくて俺やりたい、多分殺し合いになりますよ、向こうがね、許してくんないんだよ俺のことなんか知らんけど俺のこと恨んでてな、なんだろうね、だからみんな知らないですよね、あの、うん、もう歴史が経ちすぎて、もう今最近はね、やってないからね、はい、あのウナチャンマンが最初に売名したのは鮫島さんだっていうの知らないんですよ、ティッカムでね、そうそう、あいつがなんかウナギーヌアット本人とかいう小手半で、俺スティッカムちょっと休んでて仕事してて、はい、で久しぶりにネカフェ行ってスティッカム見たら、はいはい、あいつが、はい、あ鮫島よあいつの電話番号よ俺にかけてこいよとか言ってるからなんだこいつと思って、閲覧どれくらいだったんですか、うなちゃん、そう、もう30人とかかな、少ないよ、全然、え、それ何年目ぐらいの頃なんですか、俺が多分、はい、配信始めて1年はかな、多分1年、うん、1年、2年、1年半とか、すげえ、で、それであいつが、なんか、電話してこいよとか言うから、はい、だから、電話したら、はい、っていうのがやっぱ運命だよね、おめえのことさらってやっからよだから俺はそれからずっと戦争してたそっから始まったの、そっから始まった、初対面から謝ればいいんだあいつがごめんなんのこと、え、ちょっと待ってください、それがそれがきっかけ、それがきっかけでずっとそれだけで戦ったんですか、あいつがそれを言ったからじゃあさらってみなよ、それで10年間戦ってた、まあ、約10年やったね、え、10年間さらってないってことですか、何にも会いに行ったって出てきてくんねえもん会いに行った、俺からさらわれ行ってんだぜ、いや僕も会いに行ってますからね、なんかね、行ってるよね、はい、KW ね、はい、俺なんかもう立川も行った、はい、KW も行っただるまも行ってるからね、マジっすか、地下乗りにも会ってるからねどんだけさらわれてるんだ、お父さん地下乗りっていうんすか、そう、そっくりだよマジっすか、本当にでもやっぱ親父の方が若いね、若々しさがある、働いてるからかな、うん、その老けてんだけどやっぱ若々しいまだその年の割にクソ面白いな、10年間戦って10年もう約もう10年ぐらいかな、10年戦争っすね、10年だね、で今はもう冷戦入っちゃったけど、冷戦、まあね、今冷戦中なの、冷戦ってかもう向こうがほら今ダメージすごいじゃん、そうっすね、あの鶴の神からの、あ、そうっすね、だから向こうが壊滅だもんね、とどめ刺しましたからね、あれすごかったね、すごかったっすね、うん、あれはやっちゃダメだよ、ダメ絶対KW、なんか鮫島さんが、うん、エントランスで、うん、僕が玄関前で、俺玄関前まで行ったよ、あ、行きました、行った行った、じゃあ僕と鮫島さん玄関前で玄関前まで行って、あの隣の隣のホストに殺すぞって言われて今何時だと思ってんだよとか言われて、二日酔いっぽい男に、はい、いや、9時半ですけどって言ったら、はい、殺すぞ何時でもいいんだよ、やめろ大声出す、あ
の鉄板めちゃめちゃ熱いですよ。熱い、あのやっぱね、家賃高いだけあって、はい、なかなかしっかりしてんじゃない、めちゃめちゃ重いですよね、多分あれをバールで破るって相当ですよ、ね、いやまあね、まあ穴は開くわな、あの鉄板の程度だとすごいよ、だからそれやっちゃダメだよ、まあダメですよ、あれ多分、お題、あ、早いですね、あれ多分開けてたら本当に死んでますよね、死なない、死なない、大丈夫ですか、殺すわけねえじゃんなのねえ、のりこどう思う、勘弁してくださいよって言う、ね、多分なんか正面漏らして終わったでしょこんなやつなんか鶴の陣がバーってぶん殴るとは思えない、あいつはそういうことやれねえもん、だから普通はやれないから、普通の人間は鶴の陣普段温厚なのにまあね、なんかあいつも変なやつだよ今何人ですか、今588です、増えてんな、おいおいおい、おい、いやもう今日は和道が見せますから、はい、うちの和道が、お願いします、ぜひ、まあ、応援をねよろしくお願いします、バッジを忘れるというね完全なミスをしましたけども僕がそうそう、ツイッターもしたのにね、ほんと嘘つきじゃねえか、ただのただの嘘つきじゃねえか、俺じゃ勘弁してください、じゃあ和道のグッズ、はい、半額で売ります、お詫びとして、もうそれはもう僕が責任を持ちます、いいよね、3割2割あ、ワード？そこは見せなきゃダメだよ、配信者として、お前原価盛りまくってんだぞ、どうせ2割ぐらいいいじゃねえか、なもん大特価だよ、鮫島のミスによりチームワードはやっぱ責任を取んなきゃいけない、連帯責任だね、ノリコ何枚作ったの T シャツとか、 T シャツ30枚ですよ、だから30枚だ、2割引きで、いくらいくら、いくらなの、値段売りで5000円ですよ、高えよもう、4000円、生地触って、あ、大したことない大したことない、安もん安もん、しまむらもんや、しまむらじゃない、900円ぐらいだよ実際に、だから4000円で売ります、いやね、僕が許可します、無理無理無理、本当に無理、じゃあだから分かった、売り子に鮫島さんのバッジが欲しかった、欲しいですって言った人限定、やめて、やめて、赤字になる、そう、それはもうステッカーにしてください、ダメダメダメ、そう、お前 T シャツはダメ、本当にダメ、ひよるな、ひよるなじゃなくて、お前どうせそんな2000円ぐらいだろ、1枚本当に高いんだ、なわけね、じゃあいくらで言えよ、原価ですか、原価言えよ、マジですか、言えよ、いや、もう言えよ、言えねえ時点でおかしいよな、もうやめましょうよ、原価とか、だから2割引き4000、5000なんか盛りすぎ、お前調子乗るな、ほんとお前調子乗るな、いや調子乗るなじゃなくて、ほんとにいや調子乗るな、いや調子乗るなじゃないです、いや調子乗るな、いやもうマジでマジで、いやマジで調子、それは引くわ、引くわ、なんで鮫島さんが、え、のりこそれどう思う、これ物販とかやりだしたら原価いくら、原価いくら、ほら聞いてんじゃんのりこ、お前の最愛の人がいくら、お前いくらか言う前にちょっといいですか、のりこが聞いてんだぞ、鮫島さんがバッジを忘れたんですよ、でもチームワードだもんね、のりこ俺たちはね、俺たちは一つの絆なんだよ、お前の責任でもあんだよ、そこは、いや勘弁しなさいよ、お前が言わなかったって責任もあんの、ステッカーにしてくださいよ、ダメです、原価いくらだよ、答えるの、話そぐらはぐらかす、いくらだよ、喧嘩はやめましょうよ、言えよ、なんで、あ、じゃあ耳打ち、本ちゃんのやつ、本ちゃん、真面目に2800円、やめて、なんで言うんすかそれリアル言う流れでしょ、今のは、なんで言うの、じゃあ4000円でいいじゃん、あ、なんだこいつ、倍も持ってんぞ、最悪、本当に本当最悪、なんだお前、本当汚ねアコギな商売やってんな、ヤクザだな、やば、本当最悪やってることは、のりこどう思う、原価聞いて変わったやつ多かった、あー、うわ最悪、いやいや彼女にも当たり前じゃないですか、うわ何それ、じゃあもう本当なんすか、うわ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 、なんすか、どう思います皆さん、いや皆さん商売食っていくためなんだから、商売うるせえな、てめえ働けるの、んなもん食っていくために、なんでリスナーにてめえのなんか T シャツを、レジンの原価いくらですか、えレジンの原価、レジンの原価バカになんねえぞお前あれ一個一個、お前な、肩だけで、あの周りの枠だけで高いやつは500円とかするの、じゃあ液体の話です、液体だって高いよ、あれ高いっていうか、あれは大した量使わないけど、いくらですか、1000多分
なんて言うんだろう、100ミリリットルぐらい、50ミリリットルかな、はいはい、で、千何百円千何百円するんですか。結構するよ。それ何個作れるんですか。それで、多分まあ一般的な大きさで5個、まあ5個から8個とかじゃないかな。原価200円ですね。だって、お前枠とか中に入れるやつだとか、お前バカ高いやつあんの、お前マジで。知ってます知ってます。お前あれは悪いけど、俺は儲けはなかったぞ。もう悪いけど、もう原価で売ってたよ。もうどうでもいいやつ。5000円原価なの。嘘つけ、2800円だもん。もうなんで2800円、3000円じゃねえんだよ。分かるよ、原価を下回る。200円の儲けってなんすか。なんなの、薄利多売の精神がないの。お前なんなのそれ。何、1個で2200円の儲けを得て、何それ。1個2200円ぞ。ないっすから。そうじゃん、2800円の原価で5000円で売るんだろ。ってことは2200円の純利益になるわけだよな。え、ってことはお前それが30枚ってことは6万6000円か、6万6000円の儲け。え、なんだお前そんなの。あんなアコギな商売やってお前が、俺が許すと思うのかよお前、バカ野郎。お前舐めてんじゃねえぞ。やれ、左だった。あ、本当だ、左。お前、あ、ナビしろっつったべ。 次左っす。次です。あ、次か、はい、あ、この先か、はい。なんだお前に、うわ、引くわー。うわ、俺セコンド応援する、何ファイターが、何リスナーから金巻き上げようとしてんだ。引くわー。神奈川帰ろうかな。今からこの車で。全部自分で仕掛けたトークで、結末も自分でやめてください。違うでしょ。なんすか、お前は。何、リスナーを金づるだと思ってんのかな。やめてくださいよ、もう。もしかして好感度だだ下がりですよ。知ってるよ、そんなもんねえよ、好感度。マジか。あるわけないでしょ。何言ってんですか。何言ってんの。2800円の T シャツを何、5000円で売ろうとしてたやつに好感度もクソもあるかいな。じゃあ逆に言えば、それを黙ってればお前は好感度も上がって懐も潤ったってことですよね。だから俺はそれを許さねえっつってんの。お前んじゃねえよバーバー。お前。あ、もうすぐっすね。え、もうすぐなの。もう5キロっす。近いっす。看板が千葉とか浦安。あー、ほんとだね、はい、早かったね。早いっすね。で、いくらで売るの。5000円ですよ。え、2800円の T シャツを、はい、5000円で売るの。違う違う違う、もう本当に2800円の T シャツを5000円で売るんですか。2800円は原価ですけど、はい、まあまあいろいろ入ってますよね。こういうのとか、まあ、いろんな、わかりますよ、売らないものとか、うん、関係ないですよ。それなんだよこれ。これいろいろあるんですよ。何これ。これあれですよ、物販の。うん、だそんなもん当たり前じゃん、必要経費。いや、経費だからそれ乗っかったら5000円。いや、乗っかったらじゃないじゃん、必要経費なんだからさ、税金落ちんじゃん。生きてくためにはあれじゃないですか。おかしくない言ってることね。ぼったくり、ぼったくり。はぁ、何5000円で妥当とか言ってんの。2800円のもんがなんで5000円で妥当なんだよ。原価っすよ。薄利多売の精神忘れちゃったのかな。お前日本人じゃねえな。絶対だろ。じゃあアンケート取れ今。何ですか。アンケート取れ。何のアンケート。だから5000円は妥当か、ぼったくりか、 ったくりか、はい、アンケート取ります。アンケートは絶対だからね。それはもう、それはアンケートは公平だから、これはジャッジだから。ぼったくりですか、はい、家でいいですか。ああ、いいよいいよ、それで、はい、ほんとね、ほんと、もうで、それでぼったくりですか、だからはいやったらぼったくりってことだよね。そうです。だはいが半数以上 50% 以上だったらば4000円。それは国民の声ですから。それはここはデモクラシーですよ、民主主義ですよ。リスナーの意見が絶対ですよ。お前が値段設定してるんだけど、リスナーがそれはないよと言うんだから、うん、なんで鮫島さんが缶バッジ忘れて。それは俺のミスかもしんないけど、はい、お前のミスでもあんだよ。なんでお前自分だけ逃げんだよ、そっから。僕前日にずっと確認してた。じゃあなんであの車に乗った時にバッジ持ちましたって言わなかったの。なんでほら3500円が妥当だっていう意見もあるわけだよ。俺は4000円だって高いと思うよ、正直。
正直高いと思うよ俺は。これもう駅ってこと？あ、本当近いです。駐車場。いやもうすぐっすね。あ、本当？あれ？いや違います。道間違えたみたいな感じですね。あ、本当だね。多分そうっすよね。俺間違えてんの？いやわかんないです。駅って書いてある。でもこれ葛西っすよ。葛西臨海公園っすよこれ。近いの？新木場に。え、葛西臨海公園近いっちゃ近いですけど、4キロですよ。だから。よくわかんないです。なんだ。まあまあ降りなんかぐるっと。U ターンしろって。おお。だからまあとりあえずアンケートと何人今。今161人です。どうします。まあじゃあ以下も配布しますか。まあ、100人だ。終了します。はい。ぼったくりでしょうか。はいは。はい、78%。はい、もう完全にそういうことよね。俺はそう思ってたよ、最初から。俺は、やっぱりそこは、しっかりしてよ、ワド君。お前、何だよ、お前、その5000円っていう値段設定。お前、おかしな話だよな。こんなさ、耐震さ、原価もかかんないもんでさ、倍も値段かけんだよ。普通 T シャツって。知らねえ、じゃあ作んなきゃよかったじゃん。ちょっとおめえのエゴだろ。うわ、ブレーキかね。あぶね。いくらにすんの値段。5000円ぼったくりだっていう話だから、うわ、入られちゃった。30枚っす。いくらにすんの？4000円でも高く感じてきたっていう声もあるんだよ。そんなもんじゃねえよ。初めて聞いた。そんなもん。巷では手頃入場料より高いって話。手頃入場料4000円だもん。え？4000円だよ。4000円ですか？4000円だよ。へえ。そうだよな、そうだよな。お前手頃の入場料より高いってのもおかしな話だよ。ここが和道の男気を見せるとこだよ。T シャツ5000円ですけど。うん。買っていただいた方に、はい、ステゴロ2のステッカー無料で。いらないですよ。それが何、いくらの価値があるの、そのステッカーとか。500円ただのシール500円で売ってます。そんなシール500円で売るなよ、ただで配れや。なんでそれでも金儲けようとするの。なんかおかしな話しないだろ、そんな。なんで怒られる。 いくらにすんの。いやもう勘弁してくださいよ。じゃ誰も買わなかったらどうするの。予約入ってますもん。だからそれはもう騙したってことでしょ。何騙してない、何にも騙してないでしょ。お前2800円の T シャツを5000円はおかしいよ。絶対おかしい。あのね、乗っけても1000円だよ。 T シャツだけの価格ですよ。だからだけの価格で考えろや。 T シャツは T シャツなんだから他の乗っけんなよ、そこにな。そんなおかしな話だろ。お前せっかくわざわざ足運んでよ、この雨の中見に来てくれ。わかりました、4000円で売ります。もう一声。ちょ、え、あのね、ほんとね、はい、ちょっと待って、そこはよっ、よっとか、何がもう、それ基本でしょ、もう一声っていうね、のりちゃん。ほんとね、のりちゃん、もう一声は基本だよね。僕今ニット、のりこが怒ってる。いや怒りますよ、それは。僕何で怒ってんの。収入2000円とかなんですよ、僕。だから何よ、俺ゼロだぞ。いや、そうですけど。俺ゼロだぞ、月。いや、知らないっすよ。だろ、2000円とゼロの戦いやめ。知らないでしょっていう話だよ。知らねえよ、そんな話って話じゃん。買うんすか。何が4000円。あ、何、和道 T シャツ、はい、絶対買わないよ。4000円で買うわけない。関係ないじゃないっすか。じゃあ5000円で売るよ、俺。じゃあ関係ねえだろ。じゃあ買わないって話をしてるの、今俺。じゃあいいっすよ、買わなくて。じゃあいくらだったら買うか。いや、もういいよ、いい。3500だ。いいっすよ、もう。だったら買う。なんなんすか、もう5000円で売りますよ、こっちは。うわ、きったねえな、マジ。負けろ、お前なんか。なんか負けろ。最悪、本当に。なんて日だ。ああ、負けないかな、ワド。最悪。ああ、ワド、負けねえかな、本当に。マジで。お疲れ様でーす。俺、直樹兄さん応援しよう。マジか。当たり前だろ、そんなもん。お前、もう仲たらいもんな、もう。もう、決別だ、お前。お前のことなんか応援しやんねえよ。あれこっちじゃないか。え、いや、合ってます。分かりにくいんだ、この方。あ、でも信号だから合ってるか。そうっすね、合ってるっぽいっすね。
まあ、あ、ありがとうございます。あ、ほんで合ってるね、新規合ってますね。すげえ、閲覧どんどん伸びてくる。何630、73。まあまあまあ、すげえな。まあまあ、これ、あ、新規バッテもう近いっすね、近いっすね。お前いくらに購入は、直樹兄さん買ってくれや、本当に頼む。こいつの鼻、おんってもう天狗になってんだよな、こいつ調子乗って。だからもうそんなやつの鼻はへしょんだけダメだ俺は。そう、俺の力じゃもう折れねえよ、俺の天狗の鼻は。お前はもう調子乗ってるもん今、ノリに乗ってるわ。もう辛い、ほんとクソ野郎だよ、お前は。お昼ご飯、何自分のリスナーを騙して金を儲けよ、ほんとやってよ、ほんとに。その神経俺は疑うね。嘘だ、ここじゃねえよ、ここじゃねえよ。まあ、危ねえ、上に乗るとこだった。嘘だ、目的地に到着して。ですね、時間半。おかしくない、目的地に到着しましたって。何と、多分左が駅なのか。左、はい、あ、いいよ。あ、違う、1丁目でしたから駅じゃないんだ。あー、そうなんだ。そういうことっすね。あー、そういうことね。1丁目に入ったってことかですね、多分。そうか、まあまあまあ、多分ここ左が駅です、ね、新木場だもんね。はい。あー、ワードとかいいやつ負けねえかな。口で勝てる気がしない。取り目だろ、取り目だろ。口で勝てる気がしない。いくらにすんだよ、めんどくせえな。いくらだよ。確かに俺のミスだよ、バッジ忘れたのは。じゃあ何、俺に責任を負えってこと。いやいやいや、だお前いくらにすんだよ。いくらだったら売れんだよ、お前は。5000円で売れるんですけど。どこどこ、これが駅か。はい、もんちゃん駐車場どこだっけ。これだったんじゃなかったっけ。これだよね。どれ、 NEC 新木場駅ですね。これですね、これだったよね、NEC なの。え、でもさ、このさ駐車場さ、夜中止まってなかったっけ。どうだった、でも出せなかったっけ結局。出せた。え、ここでいいのじゃあ。え、ね、のんちゃん、いや、ここでいいのって言われましたよ。あ、ごめんなさい。どこなの会場は。会場向こうですね。向こうなの、駅の方なんですけど。うんうんうん、駐車場行くか。会場まで行ってもだって誰もいないよ。いや、いるよ、もう便所いるべ。いないです、いないです。だって、え、頑張ります。ってことは U ターンだろ。 U ターンで、なんかパーキング探したいですね。ね、あんま遠いの嫌だよね、雨降ってるから。はい、いくらで売るんだよ。面倒くせえこと言わずにさ、ピッて言えばいいじゃん。自分のこれぐらいだったらまあ妥協できるわっていう。定価24,800円なんですよ。何が。この T シャツ。あ、 T シャツがね、はい、それを5,000円で売ります。ダメ、ありえない、2,800円です定価が。そんなビトンで、あの24,800円が定価なんですよ。違います。優しくないですか、2万円オフです。2,800円です。やっぱあそこのパーキングですね。あそこにいいんじゃない。はい、さすが詐欺師だよ。いいあるよ、あっち、どっちの方が近い。こっちの方がいい。もうすぐっすよ、変わんないっすよ。こっちの方がいいって言われても、お前今行けねえだろ。でも2000円だよ。あ、最高だね。変わんないでしょ。変わんない、変わんない。変わんないっすよね。はい。だからいくらにするんだ、早く答えろ。鮫島さんがサイン書いたら5000円の価値がつくっていう。やだ、俺外の物販痛くないよ。当たり前だけど、やだよ。お断りします。そんなの嫌です。5000円で買いたい人がいるんだから5000円でいい。いや、バカだね、ほんとバカはバカだよ。わあ、そっか、あ、回り込むんすね。あれがあるんだ、あれが真ん中にあるんだ。え、ファーストリング付近に駐車場なかったっけ、のんちゃん。前回ここにしようよ。あったんじゃない。なんか配信してるやついなかったですよね。なんかちょっと行ってみます。行ってみる、うん、ファーストリング周辺、ね、はい、ここまっすぐですね。あ、こっちなんだ。はい、あ、いいよ。なんかあった記憶があったと思う、確か、はい、なんか荒野とかが配信してた時に雨降ってるよ、うん、結構ね、まあポツポツだけど。ステッカーつけて、ステッカー何種類あるの。3種類あります。じゃあ3種類つけて5000円、1枚ずつ。そんなにいいじゃん。
ステッカー1枚つけるのと、じゃあ分かった分かった、はい、T シャツを買ったら2枚ステッカー、3枚だから好きなの、そうすれば4000円で実質2枚、分かりました、売ったことになる、分かりました、そうすればこれは言っちゃえば値下げはしてるけども、はい、実質ステッカー代として補填ができると、まっすぐ、はい、まっすぐで、これどう、いいよね、じゃあ5000円で T シャツ買っていただいたらステッカー2枚付き、そう了解です、分かりました、3枚のうちの2枚、はい、それでは500円、そうそうそう、分かりました、やります、これがいいよな、はい、俺は頑張ります、うん、実質値下げ、はい、今のがファーストリングなんでこの辺にあるのかなっていう感じなんですけど、工場地帯だもんな、ないっすかね、ちょっと分かんねえ、ここ曲がってみるか、はい、あ、この辺入れますかね、入れる入れる、路地はまずいもん、路地しまくってますね、あそこぼっかしたありそうっすよね、いや月決めかな、月決めだとしたらあれだな、上左だ、まあ、あれだな、なんか会社かなんか、会社っぽいですね、でもなんかありそうっすよね、駅からちょっと外れたところだから、まあまあまあ、あでも工場地帯なあ、ちょっとね必要がない、そうっすよね、だよね、工場に止められますもんね、あ、これはファーストリングです、 あった、これにしますか、これそうだよね、目の前でこれパーキング2000円で変わんないですもんね、これパーキングだよね、はい、これにしましょう、あ、はい、なんかリスナーっぽくないですか、なんかね、無視だね、無視しようぜ、だ今ほらオフだから、そうっすね、だサービスするしかないし、はい、あ、いいっす、のんちゃんこれお願いします、それか、わかった、じゃあ T シャツ、はい、5000円で買った人は、はい、のんちゃんのほっぺたにチュ、はい、どうこれ、え、リスナーさんがのんちゃんにチューをするんですか、じゃあのんちゃんがしてあげるの、当たり前じゃんそれはなんでのんちゃんがされんだよ、いや、わかんないなと思って、一服しますか、お疲れ様です。行っちゃえば、お疲れ。いや、外、あれっすよ、タバコ吸えないっすよ。外って何？中で吸えんでしょ？いや、中入れないっす。だから二次集合っすもん。みんな来てんじゃない？ちょっと見てる。え、弁当さんまだ来てないよね。いや、なんかさっき、なんか乗ってたよ、なんか変なの。一本吸いましょう。うん。お前は本当余裕だよな、それ。どう？じゃあ分かった。2枚ステッカー。2枚プレゼントですね。もしくはあの写真も作ったんですよ、プロマイド、はい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 、それでいいんじゃないですか、ステッカーとプロマイドの中から選べるみたいな、だから好きなの2点、はい、ね、はい、おまけつけます、誰もやってねえな、てか便所さん見てないかな、あ、便所さん到着してるって書いてますね、うん、ありがとうございます、だよ、皆さんぜひフォローよろしくお願いします、五条さんも来てんだ、おお、じゃあもう行っちゃおう、行きますか、うん、これ座ってくださいダメです、ちょっと座ってくださいよ、お前さ試合前に何タバコ吸ってんの、いいじゃないですか、スタミナどうすんだ、今さらっすよなあのんちゃん、ちょっとそういうもんだよ勝負って、禁煙なんでしなかったの勝負前に、お前そんなタバコなんか絶対ダメでしょえ、なんでリスナーさんそれを言わなかったの、誰、俺は今気づいたよ、勝つ気ねえな、お前金もらってんだろうな、お兄さん八百長か、え、首がポッてきたんですけど、知らねえ、そんなうるさいクソメガネって両方クソメガネだ忍者、こうやってメンタルを鍛えてんだ、ほら今こいつのメンタルを鍛え上げてる、ねえな、ほんとに言い返せよって、あの、ね、これはね、静かにこう話の流れが変わるまで待つっていうのが一番いいって俺が一番分かってるから、長いからね、長いそう、回1個返したら100倍にして返ってくるから、ほんとに、うん、だからメンタル勝負なんだよ最後は、結局もうスタミナかだったら温存しましょうよ、じゃあメンタルは鍛えるもんなんだよ、いや消耗するもんじゃないんだよ、それ今当日はダメです、当日は大丈夫、いざお前がピンチになったら俺がリングの中入るから、いいんだ、反則技使ってでも勝つんだよ、ドキニさんボコすんすか、当たり前だよ、2人2対1だったら絶対勝てんだよ、2対1だったら相手はスタミナ消耗してんだから俺が加わらなくてもう勝てるよ絶対、俺はグローブつけてねえからな、はい、そうっすね、ですね、ボッコボコだよな、殴る蹴るですよでもレフリーの人が強いんだよ、
あ、技レフェリーやめましょう。やめましょう。それやめましょう。放り投げられますよ。一番強いですよ、多分。やめましょう。はい。そうだ。言ってくれてありがとう。いや、気づかなかった。あ、今のはナイス。ナイス。ワン見てるから分かってる。大したもんだ。うん。技レフェリーには勝てないです。これもしかしてさ、向こう側行けない？ぐるって回んないといけない？いや、行けますよ。大丈夫です、大丈夫です。行けます、行けます。あ、お前行けなかったときに、お前これぐるーっと回んなかった。違いますよ。だってそこっすよ。え、何？こっから入れんの？はい。向かいの道路に行ったら。だから向かいの道路にどうやって行くんだ？工場があるのに。あ、いや、入れますよ。入り口があるんですよ、隙間に。はい。あ、あるんだ。はい。俺は厳しいぞ。当たり前だ。はい。ちょっと分かんないけど。でもそっか。乱入あったんだよ。昨日ジェダイさんが乗り込んでつまみ出されたんだよ。あ、去年ね。そう、大爆笑でしたよ。あいつデキンだもんね。デキンが現れましたっつって会場内大爆笑して。かわいそうだよ。誰誰みたいになったんですよ。JD がね。JD です。JD。多分今年もやるんじゃないですか。今年は来ないでしょもう。来ないですかね。二連チャン毎回なんかデキンキャラ欲しいっすよね。あれね、ヨスさん、まあヨスさん絶対来ないから。でもまああとうなちゃんマンか。できんなんすか。確かできんだよ。去年。来ない、来なくないですか。来ない来ない絶対。引きこもりですもん。あの人絶対来ない。吉田和道の T シャツ5000円で買ってくれた人にはステッカーか、まあ2種類とのんちゃんの女神のキッス。はい、どんどん増えて。選べます。オワオワ。オワ。選べます。ね、のんちゃんいいよね。女神のキス。女神のキス。もう。かわいそうになる。ビーナスキッスってやつ。それはコイン投げて決めようか。和道が、和道がコイン投げて表だったら試合試合、あ、だって5ジャンでしょ。いやいや、5ジャン出れないですよ多分。あ、俺も試合終わるまで。あ、はい、でももう始まっちゃったら出ないですよ会場から。まあそりゃそうだよね。だから ラストだけっすね、売れるのは。オープニングとラストだけっす。それか逆にそうだね、和道が出来になるって選手なのに。選手なのにそれはないよ多分。これから捨て頃が来年もあったとしてないよ、はい、今後一生、はい、伝説だ。あー、はいはい、了解了解了解、うん、あ、そうなの。へえ、了解了解、分かった。皆さん楽しみにしてますよ。そうなの。俺ほんと来たくなかったの正直。和道にはごねたの俺。来てくれますよねってから、いや結構問い合わせ来てますよ、うん、本当に来るんですか。いや本当にない。もうすごい和道には LINE でどうしても行かなきゃダメ、ロハコさん死んじゃってるから、俺行かないとひだっちゃんだけになっちゃうから。ひだっちゃんっていうのやめてもらう。だからそれでチャンプなんで、まあいいやいいやいや。それで、でも当日雨でしょって。もし和道が迎えに来なかったら俺は 100% バックれるって言ったら、じゃあ迎えに行きますよっつって。そう、本当に来るつもりはなかったの正直。オカリナでも話してたもん、どうやってバックれようかなってマジっすか。正直な話。まあ払いたいでいいべみたいな払いたいでいい、まあ、普通が持病の仮病で。持病の仮病って、ひだっちゃんおっぱっぴーやめてください。だから和道の番が来たら、ひだっちゃんおっぱっぴーっつってコメントしてあげて。それが和道の応援のエール。あ、もしよかったらDM の方にください。そうだね、その方がいいね。 DM の方で、その方がいいね。ごめんなさい、その方がね。よろしくお願いします。そう、ロアコさん、じゃあ行くか。行きますか。よし、これはバッジは持ってきてないかな。手ぶらす、完全な手ぶらす。ひだっちゃんおっぱっぴーやめてね、コメント欄で。もう本当に勘弁して。おい、ファイト、ありがとう。じゃあ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ツイッターの方で写真を上げられるんで、今日多分写真何枚か上げます。ツイッターのフォロー、 YouTube の動画になるんで、 YouTube の方もよろしくお願い。ああ、持ちます持ちます、やめてください。ああ、のりこが、あ、窓窓、あ、ごめん、忘れ物ないですよ。まあ近いんで会場。うん、頑張ります。相手もありがとう。こっから先はね、会場に入ったら配信はできないんで、ここでお別れになります。頑張ります。じゃあ応援お願いします。
あの、ひだちゃんおっぱっぴーでお願いします。ひだちゃんおっぱっぴーは書かないでください。ひだちゃんおっぱっぴーで、あの、残るんです、ステゴロは。みんな見たときにひだちゃんおっぱっぴーはちょっと意味が分かんない。もちろんあの 会場の客にも桜としてひだちゃんおっぱっぴーっていうようにこれが促すので、はい、もうぜひ皆さんで、セコンド鮫島さんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの和道応援お願いします。よろしくお願いします。どうせ負けますけどね。はい、じゃあ頑張ります。お疲れ様です。失礼します。おつです。のんちゃんも最後映ってよ、記念だから。最後に和道 T シャツ